ダークネスドリーマーシュラです。お久しぶりですね。6662、8476になって帰ってきました。いつものごとく別化工場5型でやっていこうと思います。うまい人ね、やっぱポイズンにしたり、ファイボにしたりと、こう、点々バラバラなんですけど、あれ、この言い方合ってるかな？え？何？初手煽り？何それ？ちょっと、相手を、自分の名前と同じクラン名にしてるし、意味不明なんだけど。あ？ちょ、吹き吹き持ってんの？勝てるわけねえじゃねえかよ。どうしてくれんの？もう、マジで、初手でそれは、ちょっとね、皆さんが不快な思いにしないように、スタンプオフにしますね。ラバッツということで、相性はこれ、激悪なんですけど、どうしてこっかな。そこのベビドラちゃんとうまいな。ちゃんとうまいっつうのがなんつうか腹立つな。ペッカ、よし。なんとかね、マジックアーチャー延命しないとね。ちょっと、マジかよこいつ。どんだけ、工場で守ってあげればいいか。とりあえずね、とりあえず。最低限のダメージは防げたんですけど、問題は、お相手がフキフキも持ってる、つまりグローバル大会1000位以内かつ、ラバというね、もうペッカと相性がもうこの上なく悪い最悪な、え？ダクね？ちょっと待って、お相手ラバクローンか。超絶レアパターン来たぞ。おい、どうしよう、こんなパターン初めてだ。後ろからマジックアーチャー組み立てないとこれまずいよな。後ろマジアーチャーでとりあえずコウモリ軍を倒してあげないとボロボロにされちゃうんで、エルビズで守りつつ、フッってやってあげれば、ああ、まあ、うまい具合に守れたけど、お相手呪文なんだろう。ラバクローンの呪文知らないんだよな。ダメージ的には、はい、圧倒的にこっちの方が不利ですね。いや、ここ、工場つけるべきだったかもしんないけど、感染してる人のためにも負けたくはないんだけどな、どうしよう。うまい感じに工場ここら辺で釣ってあげて、釣れる？あ、釣れるね。縦線まだ回ってないと思うんで、墓石かよ。何墓石縦線って。もしかしてペッカに親殺された？それぐらいデッキ相性ひどいけどこれ。エレウィズをですね、ちょっとペッカの防衛に使いたいんですけど、このままじゃ使えないんで、まずいな。やっぱマジックアーチャーでここら辺防衛しつつ、ユーノも出すか。ユーノも出してあげて、どうかな。とりあえずダクネを倒してくれれば、あとはね、そんな苦行とてもないと思うんですけど、どうかな。ペッカで防衛か。ペッカで防衛しつつ、左のあれはね、最悪ファイボでなんとかなるが、なんとかならない気してきたな。なんとかならない気もしてきたんですけど、コウモリだけ最低限こうやって打ってあげれば、残り右は一応守れるんで、お相手呪文なしか。もしかしたら呪文ないかもしれない。いや、そんなわけはないけど、ここら辺にね、ユーノ出してあげて、一応防衛してあげて、で、ババからの、バトルヒーラーって何マジで。ちょっと、お相手のデッキ意味不明なんだけど、意味不明すぎてもう僕疲れてきた。エレビズここら辺に出してあげて、ベビドラをまず倒したい。そしたら、ペッカ出すか。ペッカ出して、相手にドラ右に出してんで、これ、縦線後ろ来るかな。後ろ縦線来そうだな。あ、来たね。やっぱ来たんすけど、ファイボザップで飛ばすか。オッケーオッケーオッケーが言うほどオッケーではない気もするけど、これでペッカがたまに向かってくれるんで、一発入れてくれるだけでいい。オッケーオッケーだけど少ねえな、やっぱダメージが。どうしよっかな。ここ工場からの言うので右のタワーを一気に降りたい。どうだ、墓石とか回ってないだろ。まだ回ってないけど、ガツンは入った、ガツン入ったけど、それがどうしたレベルだ。どうしようこれ。エレビズ守りからのゴーストで防衛。どうだ、お相手呪文持ってるのか。呪文、ああ、やなめある。やばい、うっ、ああ、くそ、ラバに合わせたかったけど無理だった。あ、終わったかもしれない。ああ、終わっちゃった。グッドゲーム。何ですかね、なんか今マルチ実況動画やると1戦目必ず負ける呪いにかかってるんですよね。じゃあ2試合目やっていこうと思います。まあね、今のはさすがにね、ラバってなると相性こっち激振りなんで、まあ負けてもね、特になんかムカついたりはしないんですけど、お相手レイジーダクプリ、あれですね、多分ですけどレイジースパーキーですね。これダクプリだけで抑えてくるので、おとなしく待ち合ってて、ふっ、オッケーオッケー、延命はできてる。そしたらこれダクプリがいい感じに削れているので、あとは無視でいいかな。十分削れたし、タワーダメージ入ってもオッケー。まあ入んなかったけど、ガゴムレってことはキオスパか。え、何ポンプ、ちょっと
お相手のデッキがマジで意味不明なんですけど、さすがにねデッキ分かんない状態でエリクサーポンプ野放しにするのは怖すぎるんで、やっぱスパーキーですね。やっぱスパーキーなんですけど、スパーキーではあるのに、なんだこいつ、ポンプスパーキー僕知らないもん。枯渇系かな、これバレルとか持ってんのかな、ゴブジャイ、ジャイどっちだ、あジャイだね、ジャイなんだけど、そうだな、やっぱね、やっぱりあれだよね、ミニペ来るよね、ミニペ来たところに、ザッパ放ってもらって、完全にミニペが、ペッカをタゲ取ったらエルビズ出す、こうじゃなきゃ守れないんだよね。ユーノ先行させたいんでユーノ出します。ダックプリ防衛してくるかな、ダックプリ防衛どころじゃないね、ダックプリ防衛どころじゃないけど、あ一発おいしい。そしたらこの、エレビズもダメージ入れてくれるね。オッケー。お相手の手札にあるのがレイジとダックプリーかな。ちょっと今のところね、うまい感じの防衛はできてるけど、ここから逆転はされかねない。ガゴムレにファイブを打ちたくないんですよね。お相手エリクサポンプあるんで。そしたらどっちから展開していくかな。ペッカ早めに出しちゃうとやばいのが、ジャイスパの形組まれたら、ペッカない状態で止めるってほぼ無理なんで、お相手ミニペもいますしね。なんでお相手にファイボとかの、魔法が、呪文がないっつうことを信じて後ろマジアとしつつ、あこれ左ダックプリで止めないと死にますね。どっちだ、どっち来る、あそっちか、そっちだったらまだマシ、ふっペッカらしいの、まずミニペを倒したい。オッケー、そしたらオッケーオッケー、問題なし問題なし、ここで食らったダメージはね全部戻ってくるんで、あ戻ってこない、戻ってこないや、戻ってこないけど、うまい感じにマジックアーチャーがシパシパしてくれれば、お相手大丈夫か、それは別に削れないぞ。あいった、ちょっとやっちまったな、ファイブをもうちょっと早めに打っとくんだった。これ何受けしてく、ジャイ受けか、ジャイ受けだったらエレビズ出してからのペッカが安定かな。お相手ね、何それ、ちょっとそれはよくわかんないや、それよくわかんないけど、ペッカ出しつつ、これ止めれるんで、ユーノまで出しちゃうか、ユーノまで出しちゃって、で左、ババからのゴースト、これでお相手したいことねできなくなると思うんで、あエルイズまでやられちゃった、ふっ気合のザップ食らえ、グッドゲーム。さあ3試合目をやっていくぞよ、お相手、ヒックカス0120120か O21 か、ちょっと見分けがつかねえなあれ、よろしくお願いします。初手言うのは基本、今のレイジスパーキーじゃねえや、ジャイスパ戦結構うまかったですね。自分で言うのもなんですけど、なかなか対処うまかったと思うんで、皆さんには参考にしてほしいですね。で、プリンスっつうことでね、もうプリンスって聞いてね、皆さんなんだかわかりますか？はい、そのポニーに乗ったうぜえやつなんですけど、こいつね、ペッカと戦うの相性マジで最悪なんですよね。個人的にね、あのミニペイより嫌いです。ちょっと待って。お相手も、またレイジかよ。レイジじゃねえや、スパーキー。ちょっともう。これゴブジャイつけられたら負けるな、どうしよう。メガゴはあのままでも、まあ、一応許容できるから黙るけど、ゴブジャイ回ってる、回ってないか、さすがにゴブジャイ回ってない。ゴースト出して殴った瞬間あたりにザップ、 OK。 そしたら今お相手矢の雨ザップ使っちまったんで5コストなんですよね。出せんのが多分ダクプリとかしかいないんじゃないかな。あーメガゴか、メガゴはまあいいや、メガゴはまあいいとして、左ババかな。ちょっとね、あいつにエレビズ出したくないんですよね。あいつにエレビズ出したらあれなんですよ、なんだっけ、そうスパーキー守れなくなっちゃうんで、ちょっと遠めのユーノで守りつつ、んーよし一発、あ一発はいかないか。ただこういう時ね、後ろマジックアーチャーしとけば、そうスパーキーに対してねマジックアーチャーがおすすめなんですよ。なぜかっつうと、スパーキーって大抵ね縦ユニットこう出してくるんですよ。ゴブジャイとかジャイとかなんか何かしらそういう系。ただお相手ちょっとガン無視してきたな、ちょっとめんどくせえ、ちょっとめんどくせえ、待ってよく考えたらお相手これあれですね、なんだっけ、そうミニペプリンスか。ちょっとまあの早めにプリンスを溶かした後、ペッカが生き残るんでね、後衛から処理するってマジで基本っすよ、じゃないとやられちゃうんでね。いい感じいい感じ。そしたらこれで多分ねお相手止められないんじゃない、ミニペある、ふっオッケー。そしたらうまい感じね、この2体をエレビズで巻き込んでバシューンとしてあげればオッケーオッケー。やば、僕今回ちょっと立ち回りがうまいかもしれない。はい、こんな感じで、ね、残り30秒っていった感じで、さすがに相手を折り切るにはね時間がないんで、
端前ペッカでもすればね釣れるんで、お相手のスパーキーがちょうどいい頃合いにいるところでババとか出してあげる。そうするとね時間稼ぎができます。はい、いいですね。お相手またザップ U のしたのかな。でペッカで止めてあげて、言うのがちょっときついかな。言うのがちょっと待って、これやばいかもしんない、これやばいかもしんないけど、どうしようどうしよう、やばい、やっちまった、やばい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 、本当に負けちゃう、やばいやばいやばい、どうしよう。寸でのところでエルビズ出すしかねえ。ふっ、ちょっとやっちまったこれ。ふっ、あぶねえ、ちょっと待って、マジでマジで危ねえ。残り1600か、まだまだ逆転はできる、逆転通が全然こっちの方が今有利なんだけど、どうしよう。ちょっとさっきね僕の防衛方法、やっぱねスパーキー釣りに向上なんて出すべきじゃなかったんだよ、明らかにおかしいもんやってることが。ゴーストが殴ってくれれば助かる、うん、オッケーオッケー。そしたらここからのファイブを打っちゃう、ファイブを打っちゃうが、お相手ザップ打ってくるかな。あ、打ってきたね。ファイブを打って、そうだね。多分他のやつでぶっ走ってくからスパーキー出して、で、マジック、あー、なるほど、なるほど。こっちだね。こっちにやって、最悪ね、ゴブリンギャングじゃねえや、ゴブリンジャイアントは、これで止めれる。止めれないわ。やばい、止めれない。ちょっと、ゴブスパ PP とか聞いてねえんだよ。やばい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 、あー。ふっ、オッケーオッケーオッケー、まだまだまだいける。そしたらこのマジックアーチャー貫いて、お相手ダックプリが来たが、うーん、絶妙だな、相変わらず絶妙なね、なんつーがバランスしてる。これをこれをなんとしてでもペッカで守りきらなきゃ、ペッカで守りきれば勝てる、それぐらい勝てる、勝てるってなんだ、ちょっと語彙力が今死んでる。メガコ倒してもらえればオッケー、うっ、オッケーオッケー、どうしよう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 、やばい、ファイボでも回さないでこれ負けちゃうな。ゴブリンジャイアントいつ来る、ここだ、今来る、ふっ、あ、来ない、全然来ないや。ファイボ打って、お相手もこれファイボあるかな。とりあえず言うので右側に延命させて、あ、やばい、1ダメージ削る。はい、絶対勝てると思ったんですけどね、やっぱ相性不利には変わりありませんでした。僕負けたら相性のせいにするんでね、あ、こいつ相性のせいにするんだなと思ったら、あの、はい、その通りです、おっしゃる通りとしか言えません。では4試合目やっていきます。今ね例のごとく森で撮影してるんで、ちょっとね茂みの音とか聞こえたらですね、あの近くにクマがいるよとでもコメントでお教えください。お相手ロイジャイか、ロイジャイかもしれんな、ちょっとマジックアーチャー延命したい、延命したいって言った瞬間そんなことする、ちょっと趣味悪いよ君。メガナイト、メガナイトロイジャイ死んだはずでは、この世から消え去ったはずのメガナイトロイジャイがなぜかここにいる。うまい具合にババを出してトリトンに釣られたい、オッケー。そしたら工場がうまい、あー、なんだこいつ、ちょっとそれは明らかに攻めすぎ。うまい感じ守ってあげたいが、その雪玉は何だったんだ、2コストちょっと無駄にしたんじゃないの、ふっ、うん、なかなかきついね。エルビス一発、オッケー、ありがたい。そしたらお相手の手札がハンター、ハンターメガナイトかな、ハンターいるんで、うーん、でも右側はなぜか僕削れてんだよな、何出したっけ、何も出してない気すんな。ペッカから展開してもいいけど、トリトン、ま、こういう時はペッカっすね。さすがにこれ後ろペッカです。あの、上手い人もね、後ろペッカとかのタイミングがとんでもなく上手いんで、あとは端前ペッカですね。ペッカ工場っていうタイトルの通り、ペッカが上手ければ、あの、この歴勝てるので、まあ逆に言ってしまえば、ペッカが上手くなければ、この歴すごい弱いんですけど、この位置ら辺でね、あの、ハンターを上手い感じぶっ潰してあげたいと思います。あー、ギリギリ入ってる、ギリギリ入ってるが、逆サイドババ。右のスケラはね、もうドアが立て止めることできないんで、お相手なんだろう、メガナイト出してくるかな、うんだね。出してくっけど、そうだな。ここエレウィズからの、ペッカでいいと思います。ふっ、オッケー、完璧な読み。完璧な読み、完璧な読みってなんだ、これは読みではないな。これは読みではないんだけど、そうだな、ババまで出すか、ババまで出して、あ、やっちまったな、これ。
言うの突っ込め。オッケー。それだけでいい。助かる。ペッカがどっか行っちまった。あんた殺せ。オッケー。そしたらこのメガナイトはね、あの単純にペッカ受けできるんで、ペッカで受けた後、マジアチャでも出せばいいかな。マジアチャ出して、エレイズも出したい。エレイズも出したいが、ふっ。オッケーオッケー。さすがにね、メガナイト怠慢であのペッカに勝てるわけないんで。そしたら左ゴーストで、からの、左ババまで出してあげますか。で、こうやって止めれないんじゃないかな。止めれないんじゃない。あ、止めれるね。ふっ。はい、グッドゲーム。勝っても負けてもこれラストバトルにします。よろしくお願いします。ちょっとね、外が暗くなり始めてね、もう道が、帰り道がわかんなくなってしまったら大変なんでね、山中なんで。これで終わりにしたいと思います。お相手初手、ザッピーか。あれですね、最近流行りの新鋭隊ロイホグのザッピー入れてるバージョンかもしれないです。個人的にね、もうドリル環境よりロイホグ環境の方が嫌なんで、僕あんま好きじゃないんですよね。ロイホグって本当になんつーか、出すだけでタワー絶対ダメージみたいなのがあるじゃないですか。それが僕あんま好きじゃなくて、お相手のあのゴブ折りは 100% なんだっけ、こいつによって割れるので、そしたら今ごぼうりない、ザッピーしかない、工場をつけるとお相手に刺さる。はい、後からね新兵隊出そうがね、んなもん飾りなんすよ。ふっ。あ、ダメだった、マジで意味ないことしちゃった。左はこれ許容か、左許容かな、どっちにしよう。左を許容するか、いや全許容しよう。ちょっとこれね、ダメだね、全許容しちゃダメだね。最低限言うの出しとけばいいかなって感じです。豚をね許容したらタワー折れちゃうんですよね、この世界。悲しいことに。しかも今もうバランス調整で攻撃力も上がってますから。そう、さっきペッカと工場どっちもタワーに向かわせたあの時に、なのにあんなにダメージ入れたのに、もう豚出すだけでこっちの方がタワーダメージリード取られてますからね。もうどんだけエグいか分かりますね、豚が。そしたら後ろペッカしていきますか。後ろペッカしていかないとね、もう話になんないんで。お相手今更気づいたけど、モーゼスってなんか聞いたことあるな。ごぼうり今あるかな。あー、ないかもしれないし、あるかもしれないし、どっちだろう。とりあえずね、これはエレビズから出して、お相手にファイブを使わせたい。ファイブを使うか。マルタあるかな。マルタあったかもしれないけど、あったね。やっぱそしたらマジックアーチャーが生きるんすわ。マジアーチャーこうやって打つことによって、おっと、ペッカがすごい活躍する。ラッキー。右ゴーストで守りの、あ、やばい。左言うのだな、左言うので、どうしよう、ゴーストだけで守りなさそうだったら、ペッカ出してもいいや、ペッカ出そう、ペッカ出して、ゴーストがこれ向こうに、一発入れてくれるので、そうだな、言うのが、あ、これはもう完全に5打つしかない。これはもう絶対打つ。絶対打っちまった、打っちゃったよ、どうしよう、これ意味あんのかな、意味ない気がしてきたな。お相手ごぼうりがこれペッカ倒してくれればいいんだけど、そんな甘い話ないと悲しいですね。右をねうまい感じで処理してくれればよかったんですけど、まあ現実はそんな甘くないと。言うのだけで守れっか、これ。言うのだけで守れなさそうだったらペッカつけ、いやこれは許容だろ、これは許容してあげなきゃね、やられちゃう。お相手ファイボン持ちだったかな。お相手全然5あるね。5あるんで、このマジックアーチャイがやられちゃうかもしんないっすけど、ふっ。絶妙。なんて言えばいいか。まさしく絶妙という言葉が似合いますね。ホバリング警戒。でん。あ、完全に意味ない。お相手に5打たれて終わりっすね、これ。右のあれは殺してくれるんで、エレビズ出しちゃえばいいかな。エレビズ出しちゃって、ここ工場出せば多分お相手止めれねえんじゃね。お相手止めれないって思ったけど、実際はどうだ、どうかな。ザッピーがペッカをタゲ取っちゃった。取ってね、あ、全然ダメだった、もうダメっすね。エレビズが一発、ユーの、あ、やっぱユーのゴーストからのエレビズも出したい。ふっ、やっちまった、これ完全に痛で。ザップまで打ってね、なんとかノーダメで防ぎたい。ゴーストが 1,2 発入れてくれりゃありがたいが、お相手さすがに許容はしてきた、してきたんで、後ろペッカっすね。後ろペッカして、お相手ロイホグ端まで出せないように警戒させておきます。で、右マジアチャっすね。右マジックアーチャー出して、あ、もうなんだ、なんつうか、ファイボ、あ、ちょ、ミスった、もうやだマジで、それは勘弁して、マジで本当に本当に本当にやだぜ。豚殺せ、豚殺せ、豚を頼む、頼むから豚を殺してくれ。ちょ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 、もう
もう5ミスったせいでこれ曲げる。やだね、ほんと。最悪だよね。ふっ。まだいける。まだいける。まだいけるか。あ、いけないかもしんない。ああ、グッドゲーム。はい、という感じでね。はい、結果的にトロフィーは、完全に下がりました。順位すらつかなくなってます。はい、今シーズン、割とペッカ工場地獄かもしれないんでね。これからやるっていう人、皆さん頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。少しでも参考になったら、幸いです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。